おはようございます。即価塾の皆様、そしてオリガルヒの皆様、9月8日6時16分の相場解説です。一番最初にこれをお届けしないといけないなと思いまして、鈴木財務大臣の顔写真が出ております。えー、鈴木財務大臣、これね、松野官房長官に続いてこういった発言をされてます。だからこれがね、口先介入と言い,いましてね、えー、もうそろそろこの円安なんとかしないといけないよっていうふうに発言することによって、 市場がもしかしたら為替の介入があるんじゃないかなっていうことで資金の状態を変えてくるっていうことなんですよ。だからこうやってね、財務大臣発言とか官房長官発言って結構ね、ドル円に関係するんですよ。つまりこういったニュースを受けて私たちも警戒しますし、新しい資金の投入はやっぱり躊躇するんですよね。場合によっては資金を引き上げる人も出てくると思います。145円。 私はまあ今年中かなと思ったんですけどもそんなことはないと今月中どころか今週中に行ってしまったということでねこれから新しい展開に入ることをやっぱり考えなくてはいけないかなっていうところもありますしあの岸田総理もいきなりね物価抑制策に対して、まあ、非課税世帯に対してですけども、まあ、5万円の支給をするよってことを言い出しましたんでこれちょっときな臭いなと思ってるところですファンダメンタルってやつですよねえじゃあファンダメンタルを前提に置きながら テクニカルで今日も講義をしていこうかと思います。よろしくお願いします。まず、1時間、じゃない、1日足ですね。1日足見るところ、えっ、ー、と、ね、ずっと登っていって、買いの勢力が強かったのに、大きな上引きが出て、で、次の、ちょっと見えにくいですけども、次の、あチャート形成に、 至っつまりはこれが確定してるチャートあーとチャートじゃないのロウソク足ってことになるんですよで大きな上ヒゲってのはどういうふうに見るかっていうと実体があって実体よりも大きければ大きいんですよで実体があるけれどもヒゲがこんだけだったらヒゲは小さいと言います だからこっちの大きさとこっちの大きさがどうなのかってことによって大きい小さいが決まりますそうなるとこういう図っていうのは極めて大きいと言えますよねそういうふうに見分けていってくださいちょっとした豆知識でございましたしはすでに上昇のの勢いいいをを止めるるというサインを出しているのがここですまあ今の一言が言いたかっただけなんですけどねじゃあ4時間でさらに詳しく見ていくとどうでしょうか2つ続けて 陰線が出ておりますこれは、押し目になるかどうかはわかりませんが、転換を示すという恐れも出てきましたね。そういうふうに見てください。今形成中のローソク足はちっちゃくて見えないですけども、これがね、陰線になるのか、陽線になるのかによって、大きく事態は変わってきます。テクニカル的には、待てなんですよ、これはね。一方的に上昇してるんじゃなくて、これはもしかしたら、 という,ふうに思わせるところですまあああいった口先介入の影響が出てるってことなんですよ見てください最近には見られないような1時間足の下落この下落っていうのはこれから起きるさらなる下落を予感してるかもしれないですねまずはここのぐちゃぐちゃっとしたところを突破していきましたね突破して下に下がってきました次はどの力点が争点なのかというと大きく見ると こことかここここですねここにどう絡んでくるかっていうところを注視していかないければなりませんよねだから今日一日は場合によっては今日と明日はもう今週しっかり儲けたんで儲けてない人は月火水よりも木金は難しくなりますよ月火水にもしエントリーをためらったんだったら木金はエントリーしない方がいい方がですだって簡単な月火水だったわけですからそれに比べると難しい木金ですからだから簡単な時に ロスしちゃった、ミスっちゃった、入れなかった人は、目金はね、あの、実際に資金を入れずに、しっかりと見た方がいいです。で、月火水で稼いだ方は、稼いだ金の一部で、目金勝負はありえますけども、まあ、けどね、月火水でせっかくいい思いしたのに、目金で、月火水以上に難しい時に、トライするつもりや、トライする必要はないのかなと。もしどうしてもしたいんだったら、もう、少額でね、デモとは言いませんけども、少額でやってください。うん、これがね、 限りない下落になっていって、この今書いた残り2つの防衛ラインも超えていくのか、それとも超えるのは1つなのか、超えずにこの辺りで跳ね返っていくのか、これまだ見えてませんから。ただどっかでレンジに入ると思いますんで、レンジになるまでちょっとね、待ちたいってことですね。それぐらい月火水はむちゃくちゃいい思いしたはずなんでね。この伸びが全部取れてるわけですからね。まあちょっと、それぞれの精神力とかタイミングによってはね、あの、 途切れ途切れにしか入れなかったかもしれませんけども見てくださいほとんど要線ですよこれでロス食らうことってのは食らいたくても食らえないってことなんですよロスを食らうとしたらこんなところでねたまたま入っちゃった方そして早めに見切っちゃった方ですよ仮にこの難しいところ陰線が出てるところで入ってもしばらく放置すれば全部利益になってたわけですからね だからここはロスカットラインの甘さか材料で決済して損切りしちゃった人の甘さもっと言ったら利益は出たんだけどももっと伸ばせる利益を伸ばさなかったあ利益の取り方のスキル技術のなさってことになりますねということで反省点も申し上げましたんでこれを活用しながら今回も木金過ごしていきましょうあんまり無理しないでいい木金になると思います冷静に落ち着いて場を見ていきましょう で、こっから告知になりますけども、現在 FX オリガルヒーえ絶賛開催中です。この今週の月か水で利益を取った方はどうやって取ったかっていうと、一部ね、この FX オリガルヒーを上手に歌唱して,してくださった方がいるんですよ。もちろん一部じゃなくて全員が活用していただきたいんですけども、それぞれ生活スタイル違いますんで、チャートに貼り付ける方とかね、たまにしか見に来れない方、勉強中で今は、あの、ロットを入れてない方、 でね、ありまますんんでねみんなが儲けましたよっていうつもりりはありませんただしみんなが力をつけましたでどのように力をつけたかってことをちょっとお話しますねこれ見てください9月8日本日ですけどもすでに2時に、えー、相場解説更新してます警戒してくださいよっていうふうなタイトルをつけてますねで9月7日は更新がすごくたくさんありましたおよそ1時間半に1回ぐらいの更新ですねつまりは1時間軸で私たち勝負してますから1時間ごとに情報や判断の更新があるとついていきやすいんですよ ね、えっ、ー、とメディアの方の取り上げられ方もここでねお話してますしね12345678910昨日は10本の動画もうつまり常に私のねエントリーが見れるような状態ですよで相乗りして儲かるわけですよそうなるとだから相乗りして儲かってくださいよって話じゃないですよ私の判断がどうテクニカルに基づいているのかってことをいちいちお話してるんですよ全部見なくても少しずつ分かっていきます はい、でこれが昨日ですよねトライアングルブレイクで141円達成するんじゃないかって言ったらあっという間に来きましたよねでこういった部分とかねで月曜日は何で警戒するべきかってこともお話しております、うん、で別の週のこともねこうやって動画にしてますどんどん残してますだから1日にね、あのー、少なくとも5本多ければ10本の動画更新してますんでもう常にリアルタイムみたいな感じですよね 判断に迷うときは私の判断を聞いてさらに自信を深めてエントリーってことになると思います。横について話すってことはなかなかできませんけども、似たような感覚で FX オリガルヒは、まあ、あの、学んでいけるんじゃないかなってことを考えたら、あの、今ね、あと一人か二人ぐらいはなんとか受け入れていけると思いますんで、まだ枠があるうちにお悩みの方は参加されたらどうかなと思いますけどもね。はい。じゃあ FX オリガルヒの 29万8000円、セール期間は9日までということにさせてもらってますんで、お明日までじゃないか。うん、明日まで。はい、よろしくお願いします。